ボルハ・マジョラルモジャは、スペイン・パルラ出身のサッカー選手。エース・ローマ所属。ポジションはフォワード。ボルハ・マヨラルモヤとも表記されている。レアル・マドリード2004年から2007年までは地元、パルラにある、AD ・パルラの下部組織で過ごし、2007年7月1日に、レアル・マドリードの下部組織に入団した。2014年に、レアル・マドリード・カスティージャへ昇格。 2015年8月4日に行われたアウディカップ2015のトッテナムホットスパー戦の後半37分にガレスベールと交代でピッチに立ちトップチームデビュー。翌日に行われたアウディカップ2015決勝のバイエル・ミュンヘン戦でも後半27分から出場した。同年10月に行われたプリメーラ・ディビシオンが20節 UD ・ラスパルマス戦で トップチームでの公式戦デビューを飾った。ボルフスブルク2016年7月21日、ドイツブンデスリーガの VFL ボルフスブルクへ、レンタル移籍。2017年6月12日、ボルフスブルクが買取オプションを使用しないことが発表された。レアルマドリード復帰2017から18シーズン、レアルマドリードに復帰し、 2017年9月17日の第4節レアルソシエダ戦で、レアルマドリードのトップチームでの公式戦初ゴールを記録した。レバンテ2018年8月31日、レバンテ UD に1シーズンのレンタル移籍。2019年7月29日、2019から20シーズンも引き続きレバンテ UD へレンタル移籍することが発表された。 ローマ2020年10月2日、AS ローマに2年間のレンタルで移籍した。レンタル料は200万ユーロ。買取オプションが付帯しており、2020から21シーズン終了までは1500万ユーロ、2021から22シーズンは2000万ユーロで、買取オプションを行使することができる。 買取オプションが行使された場合は2025年6月30日までの契約が締結される。U-19 代表2015年にギリシャで行われた U-19 欧州選手権では前後試合で3ゴールを記録。自身は得点王となり、スペイン代表のここ14年での7回目となる優勝に貢献した。ありがとうございます。